ではこれからですね、お腹をへこます呼吸法をね、ちょっとやってみたいと思います。お腹の肉ね、気になりますね。この寒い時期ね、食べる機会ね、美味しい食べ物を食べる機会が多いんですが、運動は減ってしまう。こんな時期なんでね、ちょっとお腹へこます呼吸法というのをやってみます。痛いところで手軽にできます。はい。まずですね、こう、壁に体を使って台所にね、ちょっとタオルがあってね、ここをつけたり、空気椅子みたいな感じ。ちょっとだけでいいです。ちょっとだけでいいですから、膝曲げます。で、お腹手当てます。で、手で少しお腹を押すので、吐いてお腹へこませられます。このウエストをね、こうつけたいんですね、壁に。つきますかね、ぐーっと吐いちゃう。肩力抜きます。肩力抜いて。はい。で、吐いてお腹へこまして、で、吸って戻る。こうつけてね。吐いてお腹へこまして、吸って戻る。はい。吐いてお腹へこまして、吸って戻る。こう、多少足前出したりして調整していいですから、吐いてへこまして。また吐いてへこまして、戻る。肩の力抜いて、何回かやってみます。では膝を伸ばしてください。最後に、体をつけてやると、手軽にね、お腹へこます呼吸法ができます。よかったらやってみてください。以上です。